ダニエーレ、マニンダニエーレマニンは、弁護士で、ベネツィアの政治家、イタリアの愛国者。1848年革命により独立を宣言したベネツィア臨時政府の大統領。ベネツィア共和国最後の同者であるレドビーコ・マニンと同じせいだが、地のつながりはない。父方は、ユダヤ系で、本来の名字は本世家だったが、1759年に、 キリスト教に改修したサイの名付け親のせいから魔人姓とした。1848年革命の影響下3月にロンバルド・ベネト王国に対する放棄を行い、ベネツヤ臨時政府の大統領に就任した。死を包囲されていた間彼は、その知性、勇気、力を見せた。翌1849年8月に降伏。その後、パリに住み、イタリア語を教えながら、 愛国心を持ち続けた。1857年8月1日、国民協会の設立を行ったが、イタリア統一を見ずに同年死去した。息子ジョルジョも愛国者となり、ガリバルディの専人隊の一人となった。ありがとうございます。